お待たせをいたしました。それでは、これから臨時記者会見を始めさせていただきます。まず市長からご挨拶を申し上げます。はい、仕事納めの朝にこのような形で臨時の記者会見ということでお集まりいただきましてありがとうございます。すでに昨日県から公表されているわけですけれども、この飯田保健所管内で12名の新型コロナウイルス感染陽性者が確認されたということで公表がありました。市内居住の方は9名ということでありますけれども、管内全体で10名を超える感染者が出ているということで、これは県からはクラスターという表現はありませんけれども、私としてはクラスターが発生したという深刻な状況であるというふうに受け止めております。そういった中で先ほど飯田市の新型コロナウイルス感染症対策本部会議を開催していくつか状況の確認をいたしましたので、その内容についてご報告を申し上げます。まず一つは今後の対応ということであります。今全県の警報レベル3ということで、この地域もレベル3になるわけですけれども、10万人あたり1週間以内に15人の感染が確認された場合というのは一つの目安だとすれば、この地域がレベル4になるということを十分視野に入れていかなければいけないということで、レベル4になった場合にはどう対応するかということで先ほど確認をいたしました。一つは私有施設の利用制限ということで、現在は地域内の利用であれば定員いっぱいまで利用しているわけですけれども、ここについてまた改めて定員の半分といったような利用制限をお願いしなければいけない、あるいは市の主催行事イベントについては屋内行事の中止または延期を考える、で同様に一般の皆さんの主催するイベント行事についても中止または延期を要請する、こういったことになるだろうということを確認をいたしました。またこれから年末年始の行事があるわけですけれども、現時点ではまだレベル4というわけではないので、しっかりと感染対策を今まで以上にやっていただいてということにはなるわけですが、例えば具体的にこれからどんで焼き、おんべといったようなことがあります。このことについてはその場での飲食をできるだけ避けて、焼いたものをご家庭に持ち帰って食べていただくといったような対応を今日これから各公民館に文書でお願いをするということにしたいというふうに考えております。とにかく今非常に状況が逼迫しているんだということを本部員の間で確認をして、これからしっかり対応していくということを市役所全体での行動として確認をしたということでございます。それから2点目につきましては、すでにメッセージ昨日の段階で文書とそれから私の動画メッセージでホームページには掲載しているんですが、改めて今お手元にお配りをしております。今少し修正をしてというふうに申し上げたのは、症状に不安を感じた場合、健康上の不安を感じた場合には、かかりつけ医または保健所ということで、昨日発出した文書にはかかりつけ医というところが抜けておったので、かかりつけ医をまずはということを付け加えた上で、今改めてホームページに掲載をしております。その中で申し上げておりますように、今こういった事態になりましたので、改めて年末年始ご家族で穏やかにということをお願いしたいしたのが1点です。それから今回の感染についても、マスクを外しての会話が感染に関わっているということのというふうに認識しておりますので、感染リスクを高める行動としてのマスクを外しての会話、長時間に及ぶ会合、これについては避けていただきたいというのが2点目。
それから、地域間の往来については慎重にお願いをしたいということで、これはそれぞれの、居住地域の状況にも、まあ、よるわけですけれども、ぜひ慎重にお願いをしたいということを呼び寄せております。でこの中でバックトゥイーター事業についてですけれども、これについては停止をせず継続をいたします。ただ意味合いが変わるということで、申し上げておりますが、これまでは、まあ、これを利用して帰ってきてくださいというメッセージを、事業創設当初には考えていたわけですけれども、市内で感染者が12月に入って確認されてきた、その事態を受けて現在では、帰ってくるときには必ずこのバックトゥイーター事業を使って検査を受けて帰ってきてほしい、まあ、そういう呼びかけに変わってきております。学生の中には、お住まいの寮が閉まるとか、その他の事情で必ず帰ってこないといけないという方もいらっしゃいますので、そういった方々に対しまして、この検査を使って必ず検査を受けて帰ってきてほしいということを今呼びかけております。合わせて、まあ、学生さん以外の方もですね、帰省される必要があるという方にはぜひとも自費で、検査を受けて帰ってきてほしいということを合わせて呼びかけているということでございます。それから4点目につきましては、不安を感じたらぜひためらうことなくかかりつけ医または保健所にご相談をして、受診してほしいということを呼びかけております。で、まあ、追加して市民の皆さんにぜひお願いをしたいことがありますが、すでに今回の感染の拡大に、まあ、飲食店が関与しているというような複数の情報が飛び交っている状況にあります。でこれは県から飲食店が関わっているという情報が出ていないという中で、市民の皆さんが立ち寄って支障があるような場所は必ず公表されますので、まあ、いろんなご心配もあろうかと思いますけれども、ぜひそういう不確かな情報、憶測に基づく情報を拡散することはやめていただきたいというふうに改めて市民の皆さんには申し上げたいと思います。繰り返しになりますが、市民の皆さんが立ち寄って支障があるという場所については必ず情報が出ますので、憶測でいろんな情報を広めることはぜひやめていただきたいというふうに改めて市民の皆さんには申し上げたいと思います。それからもう一点、検査の状況、検査の体制、かなり逼迫をしてきております。いくつか自費の検査を受けている機関がありますが、かなりもう予約でいっぱいという状況があります。そういった中で、飯田病院も12月30日検査ができるということで伺っております。それぞれの機関にお問い合わせがあった場合にも、飯田病院の12月30日検査ができますよということをご紹介していただいておりますが、飯田市からも12月30日に飯田病院で検査が受けられますよということについて、ホームページにも掲載したいと思いますが、記者の皆さんにおかれましても、記事にもし書けるようでしたら書いていただければと思います。私からは以上です。ありがとうございました。はい。それではただいまの発表につきまして、記者の皆さんからご質問等を受けたいと思います。ご質問のある方は、はじめに、署名、お名前を申し上げていただいてからご質問していただきたいと思います。よろしくお願いいたします。どうぞ。はい、星野さん。NHK の星野と申します。その昨日の県からの発表はちょっと確認できてないもので、市の方で情報があれば確認させていただきたいんですけども、今、市長の方で、市民が立ち寄るような場所であれば情報を発信するということでした。今回感染された皆さんは、その市の県の発表ですと、お茶会という、お茶飲みっていうような表現をされていたんですが、これ、市が主催するような、よく高齢者サロンですとか、そういった
った、会合での、飲み会ではないということでよろしいでしょうか。どの会合なのかっていうのは我々の方でも情報がありませんので、今私の方からそれについて申し上げることができる情報ないんですけれども、その県の方からの提供されている情報で、その危ない場所、市民の皆さんに立ち寄っていただきたくない場所っていうのは出てきていないので、そういう意味で特定の飲食店であるとか特定の場所でに立ち寄りが市民の皆さんに立ち寄っていただきたくないと、まあ、そういう場所はないというふうに認識しています。あ、すみません、聞き方というのは、その市が主催するようなそのサロンとかお話し会、高齢者が集まるような施設、そういった催しで発生したものなのか、全く別のものというのは、そこでその責任の所在かと思うんですけども、そこ、特に市が主催するようなイベントでの感染ではないという理解でよろしいでしょうか。その情報が我々等にはないので、はい、ちょっとわかりません。そうなりますと、その市民が立ち寄るような場所かどうかっていうのも、明確には、正しい情報かどうかってわからないわけじゃない、そういうわけではないんですか。私の方で先ほど申し上げたのはですね、ここの飲食店に立ち寄るということが市民の皆さん の感染拡大に関わる可能性があるという場所については、かつて起訴でも例があったように、明確にこの場所というふうに県から発表があります。で、今回はその発表がないので、そういった状況の中で、そのいろんな飲食店の名前を挙げて、市民の皆さんの間でですね、いろんなことが言われているこの状況についてぜひやめていただきたいということを申し上げたということです。失礼しました、ありがとうございました。他にはいかがでしょうか。はい、どうぞ。佐藤さん、南信州新聞社からです。今後、誹謗中傷、ここら辺がちょっと懸念されますが、今月設置されました誹謗中傷の相談窓口の相談状況を教えてください。本日の本部会議の中で、報告がありましたが、相談窓口にはこれまで2件のご相談があったということですが、深刻度でいうとそれほど深刻ではなかったということと、昨日、大勢の感染が発表されたわけですけれども、昨日については特に相談がなかったということでした。今回クラスターのような発生状況でありますが、今後この相談窓口を手厚くしていくような考えがあるのかどうか。はい、明日から、年末年始の休業に入るわけですけれども、その中で、そういった相談が、多く寄せられたという場合には、年末年始においても、窓口を開くということも検討選択肢に入ると思いますし、休業明け年明けにですね、相談件数が多い場合には体制の強化も考えなければいけないかと思います。ありがとうございます。他にはいかがでしょうか。はい、飯田さん。飯田キングテレです。細かいところなんですけど、レベル4相当となった場合に、オンベとかは持ち帰ってほしいという、そういうことなんでしょうか。すいません、ちょっと分かりづらかったと思いますが、レベル4になった場合には、先ほど申し上げたような、市の施設の利用状況を制限するとか、イベントの中止延期について、要請するとかっていうことになるわけですが、現時点では、そういう状況にございませんので、イベントについては今まで以上の感染症対策を講じた上で実施をしてほしいということになります。で、その中で、直近あるイベントとしては、オンベというのがあるわけですけれども、それについては実施する場合、先ほど申し上げたように、その場での飲食をできるだけ避けて、焼いたものをご家庭に持ち帰って、食べていただきたいと、そういうようなお願いを今日公民館の方に文書で事務連絡という形になるかと思いますが、お流ししたいと思います。ありがとうございます。もう一つ
レベル4相当が1週間に15件以上ということですけど、伊達さんの、まあ、独自の判断をする場合に、昨日から7日間の間に、15人を超えたらっていうような、そういう判断基準になるんでしょうか。あのレベル4該当かどうかっていうのは飯田市としては判断しませんので、あの県の方からあのこの飯田保健所管内がレベル4相当だというふうに警戒レベルを上げられた時には、先ほど申し上げたような対応に切り替えていくということであります。ありがとうございます。はい、他にはいかがでしょうか。よろしいですか。はい、ありがとうございました。それでは以上をもちまして、臨時記者会見を終了させていただきます。ありがとうございました。